頃はね、ドブロクだからみんな、酒がないから。で、俺もね、学生時代からね、アルコール飲んで、薬屋から買ってきて、純度の高いやつ。で、それに番茶を入れたりして酒飲んだね。前にこう、玄関の入り口、道路のところにむしろ引いてさ、夜は宴会で、宴会行ったってね、クジラがたくさんあったの、頃。で、魚焼いてね、クジラを持ってきてくるんで、それを元で焼いてね、クジラ食いながら飲んで。それね、15度から酒飲んだね。そんなことだったかな。もう何がね、もうまあとにかくめちゃくちゃだよね。ほんでね、俺勉強好きだったんだよ。で、勉強してるとね、窓のところへね、石でカンカンってぶつける女がいるんだよ。で、見るとね、俺がよく酒飲み行ったところね、今で言うとね、まがね町とかああいうとこなんで、そこの娘にね、俺惚れちゃったんだよ。ね、で、そいつが俺が行かなくなってくって、俺を迎え行くんで、バーンと窓に石をぶつけんで、で、見るとね、弁当箱持ってくんで、カツ丼とかね、餌ですなんて、ありがとうって降りてくんで、そんなこともあったね。その時にね、なんであれ、グリアガースんじゃねえな、オードリー・ヘップバーによく似た女がいてね、そこには通ったね、俺。飲めねえ酒飲んでな。それいくつぐらい？18かな。もうその頃は結婚しようと思ってたけどな。まあ、わけわかんないけどな。結局はよ、親父がね、あんな飲めねえ女と一緒なんでねって怒られて辞めちゃったけど、まあ。そんなこと。タイムの略奪か。そうそう。あれはね、まあ、木こりの映画だったけどな。あれを見てね、俺、いくら見合いしてもダメだ。ね。ということは、まあ、若いのに芸者連れてきて、ガンガン酒飲んで、つけ馬って言ったあれは。で、お母ちゃん金払って、ちょっとね、まあ、払ってくれんから、まあ、芸者帰るわけで。そんなことしてると、俺がいくら見合いしたって、ここへ調べ行くんだ、みんな。あんなドラ息子ダメだってことは当然だ。しまったって。これ略奪、あの映画見て略奪だ。それで今の母ちゃんが略奪したんだね。